なるよ。はい、なるほどでございます。今日は長北川の河口かなと思うと思うんですけども、今日はガモノサフにねちょっと行ってみようと思います。はいね、前回ねちょっと長北川の河口がすごいもう本当にもうひどい内容のね、もう根掛かりとかでしたんだもん本当にね。それでねちょっと終わった時にねちょっとなんだろう、視聴者さんとちょっと話す機会があってねちょっとお話ししてたんですけども、なんかねこのガモノサフで65番のヒラメが釣れましたというちょっとねお話を聞いたんでね、ちょっとガモの方でサフってまだやったことないんですよ。なんでねちょっと今からねちょっと仕事出社前ですよ今。ちょっと8時半か9時くらいまでしかちょっとできないんですけど、はい、ちょっと今からねちょっと短時間直行で、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、それではね行きましょう。オープニング Are you ready? さあ行くぞ。とりあえずね上来てみました。で行く人なんかその石畳をポン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 渡っていく人もいるんですけど、上から見るとこっちの方から行けばなんかポンとそのままサーフ行けんじゃねえ説がちょっと前回ね七北田川の河口来た時に思いまして、ちょっとね今から下へ行ってねそこのちょっと流れ込みをうまくピョンとかわしてそのままサーフ行けるかどうかちょっと調査しながら、はい、行ってみたいと思います。もし行けなさそうならあそこを渡るしかないと思うんで、はい、とりあえずねちょっとガモのサーフやってみたいと思います。さあ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 、とりあえずあここ流れ込み、ここは水深そんな浅そうですよね。まさか足踏み入れやすいかズボってぬかるんで底なし沼みたいになるとかっていうそんなんじゃねえだろうな。ああ、いや行けそうだね。よし、とりあえず、おー、いてててて、よかったよかったよかった。普通に歩けた。よし、とりあえず、こういう感じで、サーフ、目指していきましょう。つうか、道のりの長えな、これ。あ、ちょっと今ね、ここの、水たまり歩いてますけど、意外と、あれですね、下硬いっすね。なんか、抜かるんで、ズボってはまんのかと思ったんですけど、こんな水深、何だったら、あそこ普通に、お直し来てもよかったかもしれないね。はい、とりあえずね、もう、ぐるるっとかわせ歩くのがもう疲れたんでね、とりあえずこっち歩いてますけど、ああ、さあ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 、いよいよ、こう、サーフが、遠いよ、あそこからずっと歩いてきたんだぞ。まあ、七北田川の格好歩くよりは、あれだね、うん、なんかちょっと対岸側止めるよりは。さあ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 、ガモのサーフ初めてだな、渦の。ねえ。本当に4年くらい前かな、みなぼのね、サーファーさんがよくいる海浜公園の方の駐車場に止めて、本当にサーフ釣り、最初にやったこと4年前にあるっすけど、あの時はだってマックス 16g のねシーバスロットに 40g のわけのわからないメタル事業をぶん投げでやってましたけどねえ、 50m も飛んでたのかなあの頃ねえ。それ以来ですよ、まともにこのサーフ釣りを覚えてちゃんとヒラメを狙いに来るというのは多分ここが、今回初めてじゃないかな。さあさあさあ、とりあえずねどんな感じなのか、はい、行ってみたいと思います。おお、来ましたね、ガモサーフ。なんか
遠浅なのかな、これ。お、一人アングラさんいましたね。いや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 、歩くだけですからな、もう。まあ距離的に阿武隈川の渡り川を歩いてるのと同じくらいの距離かな。お、ちょうどいい椅子がありますね。はい、ねえ、ここに座ってるサムネでも撮ろうかしら。さあ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 、とりあえずやってみようが。おお、貸し切りだね。貸し切りとか一人いるから貸し切りでもねえけどさ、この赤い旗は何なんだろう一体。さあとりあえず、疲れた、もう歩いてきたな。まああっちがね、本当にもうサーファーさんのポイントなんであれですけど、いやーでもなんだろうこれ。結構ホンダワール打ち上がってんね。ってことはもう結構海藻漂ってんのかなねえ。ということで、いよいよマゴチのシーズンも本当に到来じゃないですかこれ。ああ、どうだろうね、その辺良さそうなんだけどね。ちょうどね、今アングラさん入ってるから、あのアングラさんいいとこ入ってますね。さあとりあえずどうしようかな。俺はちょっとこの辺やってみようか。なんかちょっとお気に入り払い出しがあるんだよなんかね、少し、なんかちょっとこの辺だけ、なんかこう出てるサラスがあるんで、その辺をちょっと狙ってみたいかな。さあ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 、ということでね、今回はね、もうローリングスティックだけです今日は。はい、今日はローリングスティックしか投げませんってことで、朝なんでね、ちょっと、はい、このチャート系っていうかゴールド系の、はい、これでいきましょう。さあ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 、ねえ、今日はローリングスティックだけでヒラメを狙います。ねえ、さあさあさあ、ローリングスティックだからね、飛距離は飛ばせますからね。ああ、風もないしね、波もそんな高くないですし、濁りもそんなないでしょう。ねえ、ないのは時間だけです今日は。そう、時間がないですよ今日。10時半出社で、まあ仙台の泉なんでね、私会社があれなんですよ。だからおー、もう9時半には出ないよ。なんで8時ぐらいにやめる、8時半から9時、まあ遅くても9時だろうね。歩いて片付けることを考えたら、一応8時40分くらいにはもう切り上げるつもりなんで、もう1時間半くらいの本当に短時間勝負ですね。はい、さあどうだろう、これちょっと若干流れるんじゃないこれ、どうでしょうね。あー結構あれだね今日、右の流れが強い。こっからこう流されますね今日。今日はドリフトか。まあ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 、今日はプラグだけで来てるからね。上等じゃないの、はけてやろうじゃないか。あーでもなんだろうね、沖と沖のほど鳥いるんだよな今。ワンちゃんなんかベイトかなんか入ってくるのかな。あー今バーって行ってるね、鳥とかベイトいるっぽいな。あーなんだ、鳥山じゃねえけど鳥が、ブレイクの先でなんか飛んでますね。さあどうでしょう、なんかベイト入ってきてんだったらね、ワンちゃんあれだけど。というかこれもうほら、もうホンダワラだよこれ。もうやばい、今日海藻を多分取れ高にするような、そんな予感がするぞ。ねえ、まあまた最低な動画の始まりじゃないですかこれ。そしたら、いやでもなんだろうね、今までね、もう俺サーフ釣り今年で4年目ですけど、がもう本当に入ったことないんで、本当にサーフ釣り始める前になんか、サーフでヒラメが釣れるって言われて、なんかね、ヒラメ釣っとこいって言われてね、あっちでちょっとやった記憶はありますけど、本当にこういうガツの状態で、ここって来たことないんですよ。ねえ。ほら、結局、石畳を渡って来なきゃいけないのかなということでね、あの石畳はあんま渡りたくないんですよ俺、危ないんで。だからね、あんまりこっち来ることなかったんですけど、なんかね、上見てね、上からこうね、こう全体を見た時に、なんか普通に干潟の方から歩いて、これはこれ
いけんじゃねえっていうのを気づいて、ね、散々今まで掘ってきておいて、うん、今から来てみようけ、まあ簡単にこれだっていう、はい、感じなんで、だから仙台サーフも結局ほら、車両進入禁止だったじゃないですか。ねえ、まあ、まあ、正面から歩いていけばいいでしょうし、あのポンプ場の方からね、行く人もいるだろうし、まあいろいろあるんでしょうけど、折りたため自転車持ってったりとか。ね、でも今までのようにね、あんまり気軽にね、ちょっと6キロとかの方に行けなくなった分ね、どうしてもね、最近県北の方に行きがちになっちゃってるんで、うん、でもなんだろうね、やっぱ初めてやるとこはちょっとワクワクしますね。ね、ただ遠浅かなと思っちゃうんですよ。あの七北田川の河口から温排水とかの煙突前、あそこ煙突前ありますけど、うん、あっちの方に行くまでの間が結構ね遠さなんでね、仙台サーフのまあ蒲生川っていうかその河口付近は、うん、まあ温排水とか煙突前の方まで行けば水深出てくるんであれですけどね。まあこっちもまあ遠浅かなとは思ってましたけどね、まあ仙台サーフも遠浅か遠浅すからね、まあ遠浅だか釣れないところもないでしょうからね、まあ潮も今下がってくるのかな、潮下げ潮入ってるのかな確か、大潮でねガッチリしてくんで、これ満潮じゃない干潮だったら結構面白いかなと思うんだけどねこれ、どうだろうね、結構仙台サーフでもね釣れたっていうのを話結構聞くんでね、前は視聴者さんから60センチオーバーのここで上がってますって聞いたし、で前回のね超過速報で仙台サーフでね 59.5 のねヒラメ釣れましたってね評価も届いてますからね、つうかなんださっき右に流れたのに今度左に流されてんだけど、なんだなんだこれ、わっちゃわっちゃじゃねえかよちょっとねえ、なんだ結構すっちゃかめっちゃかだなこれ、そこ荒れてんのかな今日、さっき右から帰ってきてる今度左から帰ってきてるよちょっと、これなんでしょうねえ、遠浅だからちょっと前進してやってもいいのかなと思うけど、あんまりね、おだて前に行くと本当、べっちょりになっちゃうんで、さささささ、あんな水深の低いところで、来てくんのかしら、ねえ、今日はもう、ローリングスティックだけで、はい、一応今日ね、ルアーケースがね、あれなんですよ。ローリングスティックの買ってからシーシェイカーですか、はい、一応シーシェイカーはあるんですけど、今日はなんかもうローリングスティック使いたいなということで、はい、山形のフィッシングフェスタでね、ローリングスティックの80、ちょっと3本くらい買ってるんで、2本かな3本かな、とりあえず買って、ちょっと良さそうなカラーあったんで、まあ、ちょっとね、それ使いたいなと思ったんですけど、まあ、まだね、ちょっと80は投げてます、今ちょっと9号投げてるんで、はい、80の方だとちょっとひっくり落ちちゃうんだよね、どうしてもね、軽い分、こっち35グラムですけど、80だと21グラムになっちゃうんで、はい、さあ、どうだろうね、いやー、もうちょっとひっくり出してなっていうか、あれだね。ヘンチマン投げたい、こういうとこね、最近投げてませんよヘンチマン、このヘンチマン好きの私がね、この遠浅で本当にメタル事業を必要としてるところで、メタル事業を捨ててきてますからね、今日も本当にボープですよ本当にね、この飛距離を出さなきゃいけない釣りで飛距離を捨ててますからね、まあローリングスティックだからそこまで飛距離捨ててるわけでもないですけどね、さあ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 、ヒラメもいいんだけどさ、桜マスもそろそろ釣りてんだよな、ねえ、まさか俺のね超過速報で桜マスを紹介する日が来るとは思いませんでしたからね、
はいね、もう嫌味のように送ってきやがって本当に畜生ねえ。俺だって桜松つってやるよ本当に。そのうちさあどうだ、うーん、どっか水深ね、もうちょっとあるようなとこあればいいんだけどね。いや時間があるんだったらね、あの結構ガーッとあちこち乱眼してってもいいのかなと思うけど、今日1時間半くらいしか時間ないんで、まあちょっと今日この頃ら辺でね、ちょっとうんやってみようかなと思うけどね。だからカラー界であれだろうね、だから乱眼って乱眼はしないけど、まあ、ちょこっと足は使うかもしれませんけどね。えいやでも初めてのエリアはやっぱワクワクしますね。うん、ね、大体の場所はもうほぼほぼ行き尽くしてますからね、宮城のサーフはね。え俺大体みんなさんってやっぱ一つのサーフホームにしてって感じでしょうけど、俺は本当にあちこち行く人ですから、うん、ねえ。いやその中でもこのガモだけは来てなかったからね、まあ、新鮮っちゃ新鮮ですよね。うん、あーどうでしょう仙台サーフね。えまあたまに6キロとかね、ああいうとこもあれだけどね。えガモもガモでね、本当にまあ結構ガモで釣る人は釣ってるからね。ナルオさんこっちは来ないんですかってたまにね言われる時もありますけど、うんね。えシーバスとかにもしようか迷ったんすよ。なんかね俺準備したっけ、今日視聴者さん2人くらいでね、仕事終わりで今からなんですって、はあ、言ってましたけどね。えお二人はなんか七木田川の格好でシーバスやりに行ったのかな、はい、あね、え俺は今日サーフなんですって話をしてね、ちょっと写真一緒に撮りましたけどね。えいいじゃないですか、今から時間があって、俺はもう1時間半しか時間がないんですよね。えあーこう短時間勝負どうだろうな、ワンチャンシーバスもあると思うんだよねこの辺。あどうしようね、値上がりも多分なさそうなんでね、今投げてみた感じ、うん、ちょっとカラー変えでちょっとレッドヘッドでも投げてみるが、ちょっとシーバスねワンチャン来るかもわかんないんで、はい、ちょっと一旦カラー変えてみましょう。はい、ルアー交換しました、ローリングスイックとレッドヘッド、これでいきましょう。さあということでシーバス狙うんだったらこのカラーがなーね、まあ特にシーバスだけを狙ってるわけじゃないですけど、意外とねこの辺なんかシーバスの超過もあったりするんで ねワンチャンちょっとあるかなと思ってるんですけど、さあどうでしょうね。でもなんだろうな、ここの波ってこうこっちから来たりこっちから来たりするから、普通のサーフと違ってこう真正面から来るような感じじゃないですよね。なんかだからもみくちゃもみくちゃになってるような感じなんですよね。えなんかこれが磯だったら平鈴木でもいるんじゃねえかみたいな、まあ、そんな感じにちょっと思いますけどね。うん、だからね意外とだからいろんなこう流れがあって変に多分地形変換が多分あれなんですよね。ボコボコ掘れてるところが掘れてないところが多分いろいろあるんじゃないかなと思うんですけどね。この辺だけこういう波なんです。あと全部普通のこういうね、真正面から来るような波なんですけど、だからねここなんかこういう波だったりこういう波だったりとか来るんで、まあだからちょっとこの辺狙ってみたっていうのはあるんですけどね。さあ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 、さあドラグはどうでしょう。おいいねいやでも沖の方はちょっと波とおば高くはないだろうけどね。まあでもサーファーさんが喜びそうな波ですよね。やっぱまあ持っとけばねサーファーさんがいっぱいいる場所ですから、はい、まあ、こっちの方もこっちの方でサーファーさんねいますからね。俺の車の隣サーファーさんの車でしたからね、うん、いやーつうかなんだこれ左の流れ強いぞ、こっちの方こっちに流されんな思いっきり。なんだべ右に流れたり左に流れたりな。
どうだろうね、多分今の時期だと結構ペイトちっちゃいからね、多分ちっちゃいプラグ使うのもありってありなんだろうけどね。まあちょっとレッドヘッドでねダメだったら、うん、あんまりその濁りもなさそうなんで、ちょっとナチュラル系投げてみてもいいかななんて思いますけどね。さあ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 、どうだろう、短時間調光だからね、本当にまだあれですよ、県北作コラボテーブルの動画編集してないんですよね。いや多分ね、出社前にね、釣りできるの今日くらいなんですよ。明日もちょっと仕事ね、ちょっと朝ゆっくりめなんですけど、多分ね8時か9時くらいのね、出社になりそうなんでね、通常出社くらいだったらね、ワンちゃんね釣りやりながら撮れますけど、うん、ねえ、さあ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 、俺的には仕事終わりの夕方の方がね、なんぼでも時間あるからゆっくり釣りしたいんだけどね。まあいいじゃないか、その分朝まずめできるからね。さあということで、どうでしょうね、でもなんだろうな、この辺ホンダワラをこうやって漂ってますけど、まだ今日海藻が引っかかるっていうような感じのあれはないですね。いやーガツンと来ねえかな、そろそろ釣りてよな。隣でやってる人もあんま反応なさそうだもんね。さあどうでしょうか、なんださっき左に上がり、この右に、なんだこのしっちゃかめっちゃかだな、この潮の流れ。でもそのすっちゃがめっちゃが意外と高ソースかもしれないからな。さあどうでしょうね、意外と上げ下げした方が釣れたりもするかな。ローリングスティックはあまりねこう上げたり下げたりっていうのね感じしませんからね、俺ね。こうやってこっちだとストップアンドゴーの方が、あれですけどね。いやいやいや、なんだ今度左に流れんな、思いっきりさっき右に帰ってきてんのに。まあそうドリフトさせながらこうやっていくしかないだろうね。星の数はちょうどあれなんだよね、今上げから下げ入ってる状態で、結構タイドグラフ的にはね星の数は結構いっぱいなんですよね。まあ、チャンスタイムっちゃチャンスタイムなんだろうけど、まあ、どっちかっていうと潮動き始めたタイミングの方があれなのかな、いいのかなと思うけど、あんまもう潮動き始めてからのこの真ん中くらいの状態、上げと下げの中間地点であんまり釣れそうで釣れられるような感じないもんね。アングラーズのね、チョーカーとかよく見て出るじゃないですか、潮の釣れたタイミング見てると、やっぱ潮の動き始めが潮が止まる寸前なんですもんね、みんな。よく釣れてるのはだからぞって言って、今の雷が来たー、なんですよ、なんだ今ググって言った、これなんだ海藻が一瞬今グって言ったぞ、今グッと持ってかれたぞ、今の釣れてる詐欺じゃねえって、なんだ海藻かな、あーゴミが引っかかって、なんだ今グって言って、俺ヒラメ食ってきたのかと思ったね。いやでもね、手前こんだけね海藻多くて打ち上がってるの見るとやっぱ出てくるよな、そりゃな。でもねこの海藻がねもう漂い始めたら本当にマゴチのねシーズンって感じしますけど、今年早いよな、でもなマゴチのね釣り始まるのがね、釣りでもまだちっちゃいやつかなと思うけど、いきなりねもう50オーバーマゴンだとかね、早すぎるでしょ、まだ4月だぞ、4月もまだ上旬ですよ、だって、ねえ、だって2年前なんか、ナローハイ4月にやった時なんか、マゴチなんか釣れませんでしたよ、33人でやって、あの時ヒラメ5枚ですからね、本当に、釣れたの、いや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 、今年のナローハイは荒れるぞ、こりゃ、本当に。ね、県北でもね、もう石川さんもね、まあ、55釣ってますからね、マゴチね。
さあどうだろうな。いやでもさっきの何だったんだろうな。ガツンってきても多分海藻だと思うんだけどね。いや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 、おや、あそこにも一人人がいるな。釣り人なのかサーファーなのかちょっとよくわかんないけど、おお、ガモはガモだ、やっぱ結構人来るんだね。あんま反応ねえな。ちょっとこっち側移動してみるか。さあ行くぞ。はい、ちょっとね10メーターくらい歩いてみました。ちょっとこの辺でやってみましょう。さあ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 、まあこっちの方はどうなのかな。あれ多分アングラさんですね。ということはガモはなんだかんだと3人くらいアングラが入ってるってことですね、自分も含めて。さっきのとこはすげえもうわちゃわちゃしてるけど、こっちはほらあんまりこう斜めにこう来たりするような波ないじゃないですか。全部真正面からの波なんで。仙台サーフって結構あれなんだよね、あの右の流れが強いようなイメージは多いんだけど、なんだろうね、やっぱあの河口を挟んだ後流れって変わるみたいなんですよね。仙台サーフでね、俺右の流れ強かったって言うけど、仙南サーフだと左の流れが強かったって言うんで、やっぱその河口を挟んでね、その海の流れ方って変わるみたいなんですよね。よくその情報交換するとね。だから七北田川の河口境目に多分流れ方変わるんでしょうね、仙台サーフも。